それでは印の押し方について、やります。この印直台ですね、印直台を押すところの下に置きます。で、作品の右肩に押すのを官房印といったり印紙印といったりします。で、これが印泥ですね。で、これがインクです。印に印泥をつけるときは軽くトン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 してください。あんまりぐじゅぐじゅやっちゃうと、繊維質がついちゃいますからね。あんまり余計な力を押さない、力を入れすぎないように。薄かったらこうやって何遍もそのためのインクですね。1回で押せればそれでいいんですけれども、これで、それから今度は落款の下に置く生命印とか合印ですね。これは押さないですから、まず生命印は白文といって文字が白く抜けている印です。これもいろいろ決まりというほどのことはありません。印が他のところへつくと困りますのでね、こういってこういうふうに当て紙を